コリウールはフランス、オクシタニー地域圏、ピレネーゾリアンタル圏のコミューン。スペイン国境から2 0トルほどの距離にある地中海に面した町である。かつてはアンチョビ漁で知られる漁村だった。現在は観光業が盛んである。コリウール城戦士時代より人が定住していた。城が建設されたのが673年である。西港と王国時代。 コリウールは戦略的意義と商業目的を持つ地だった。城はルシオン博のものだったが子孫が絶えるとアラゴン王が継承し1343年まではマヨルカ王が領有した。マヨルカ王国時代の1242年から1280年、テンプル騎士団の資金で城が再建され王城となった。コリウールはルシオン一の港となった。 アラゴン王国時代に貿易が栄えた。織物、油やワイン、香辛料、東方伝来の織物や物産が取引された。1475年から1481年まで、フランス王ルイ11世がコリウールを占領し、防衛を強化して、地名をサンミシェルと変更した。シャルル8世はルジオンをフェルナンド2世へ変換した。カルロス1世時代。 コリウールの防衛が整えられた。1643年、ルイ14世軍がコリウールを占領。1659年のピレネー条約をもって正式にフランスへ併合した。駐屯地の町を作りたいと思っていた、ボーバンに戦略的役割を再確認され、城の拡張のため旧市街が壊され、サンテルムやミラドールといった新しい砦が築かれた。 近郊のポールバンへの強制退去に脅かされた住民たちは、現在の場所にコリウールの街を再建した。1793年、スペイン軍がコリウールを占領したが、1794年に、デュゴミエ式下のフランス軍が奪還した。1822年、コリウールの一部とバニュルスシュルメールの一部が合併し、新しくポールバンができた。19世紀の間、 コリウールはアンチョビ漁とは陰性産で経済ブームの中にあった。しかし20世紀初頭から流れは下火となった。代わってポールバンが成長していった。1939年、スペイン内戦で敗れた数十万人の共和国軍派がフランスへ逃れた。スペイン難民は収容所に集められ、特に危険視された人々はコリウール城の特別な収容所に入れられた。 1000人近くの人々が刑務所のような収容所に入れられ、人間以下に扱われた。1939年12月にコリウール収容所が閉じられると、彼らはアリエージュ県のルベルネ収容所へ移送された。20世紀初頭、コリウールは観光発展に貢献することとなった大きな転換を経験した。1905年5月、秋のサロンで、 ホービズムと称される前、アンディ・マティスはアンドレ・ドランを伴いコリウールを訪れたのである。マティスはサントロッペをたち、ポール・シニャックは天平法と決別した。マティスは若いドランとコリウールで絵を描いた。これは友情の始まりと実りあるコラボレーションとなった。二人は1905年夏にチューブから出たそのままの色を用いて猛烈に制作に没頭した。 コリウールのあらゆるもの、港、戦闘、屋根や通りの角が彼らの創作意欲を刺激した。他に、アルベール・マルケ、フアングリス、ジョルジュ・ブラック、パブロ・ピカソ、ラウル・デュフィ、レオナール・フジタ、オトン・フリースがコリウールを訪れた。ノートルダム・デザンジュ・教会パノラマ・ハット・モニカ・グラシュカ、カイワ、プレリュード・ア・エル・インファミ、アコントル・タン、ブレティン・デ・クリティーク・ビブリア・グラフク、 オクトーブル2005カンサルトル23ノバンブラ2010ありがとうございます。